こんにちは、エイミーです。今日は2021年 SS のスタイリングの展示会レポートをしていこうと思います。ちょうどこちらで展示されている商品が今店頭で売られているというタイミングですね。スタイリングさんはですね、スタイリストである白畑圭さんがディレクターを務めていらっしゃるブランドになります。コーディネートが組みやすかったり、 2way、3way で着られるお洋服が多いので、様々な着こなしができます。素材からもうパターンまで非常にこだわり抜かれていて、生地もね、別注で作る場合なんかがあります。着やすさも追求されているので、多くのママから支持を得られているブランドでもあります。今回のテーマはタイムレスということで、古代をイメージさせるような素材感だったりパターンが多い印象でした。こちらはかぎ針編みのニットになります。このざっくりとしたゆるい編み目がすっごい可愛いなと思いました。古代の縄を思わせるようなイメージで作られたそうです。プルオーバーとしてはもちろんのこと、肩からかけても可愛く着られます。こちらはスタイリングさんオリジナル柄の石垣をイメージしたブロックプリントですね。はい、こちらの生地もオリジナルになっています。こちらは丁寧に手編みされた牛革を使用したロープベルトですね。お値段もそんなに高くなかったのでびっくりしました。スタイリングさんは綺麗系のお洋服も多いので、結婚式のドレスにもぴったりです。レースやフリルがたくさんついたようなお洋服が苦手っていう方は、ぜひスタイリングさんのワンピースおすすめです。普段使いとしてもバッチリです。こちらはスタイリングさんで2年ぐらいずっとリピートし続けている大人気のお素材ですね。ものすごく伸縮性があるので非常に着やすくなっています。今年のコレクションは全体的にボリュームスリーブとかバルーンスリーブが多めの印象だったので、トレンドを抑えたアイテムとなっています。実はこちらのお袖は少しツイストがかけられているので、甘くなりすぎない大人のバルーンスリーブになっています。こちらのデニムオンデニムセットアップがすごく気になりました。しかもジャケットの上からなんと同素材のビスチェがついております。ビステにはソフトなゴムが仕込んであるので、形をしっかりとキープしてくれます。後ろはシャーリングといって少し伸びのある感じの素材になっているので、フィット感がありつつも締め付きすぎないような構造になっています。これを一式揃えるだけで本当に上級者感が出るコーデだと思います。こちらもね、今っぽいショート丈のニット、なんと前後どちらでも着られるボースサイドモデルといって、2way で着られるお洋服となっております。1着で2着買った気分になれる。袖もねすごくゆったりしていて、二の腕周りとか体型を隠せるのがいいなって思いました。パンツと合わせた時にこのトップスの開いた部分が三角の形に少しね肌がちら見えするという設計になっています。やっぱりスタイリストさんチームならではの発想だと思いました。こちらのスプリングコートなんですけど、すごいね張りがあってしっかりしてる生地なのにものすごく軽いんですよ。持ってみると本当にびっくりするぐらい軽いです。なんとポルトガル製のインポート生地を使用しているそうです。大きくスリットが入ってるので、下からスカートだったりお洋服をねチラ見せさせることもできます。コートなんだけどレイヤードスタイルを楽しめるという、そういったアイテムになります。内側には着脱する際にこの袋布がパタパタしないように設計されています。このあたりのすごく小さな気遣いも非常にスタイリングさんの魅力だと思っています。私が一押しのアイテムはねこちらのパーカーです。すごく張りのあって丈夫な、よれにくい素材で作られていて、切り替えの部分が断ち切りになって切りっぱなしになっているので、さりげなくおしゃれに演出できます。はい、このあたりもモードっぽくて可愛いですよね。でパーカーなので何でも合わせやすいですし、表面には上質なリサイクル綿を使用しているので地球にも優しい素材ですね。左のワンピースは、今トレンドのバルーンシルエットになっています。スタイリングさんは非常にバルーンシルエットのお洋服が多い印象を受けました。
今バルーンシルエットがじわじわ来てるので、トレンドを抑えたアイテムを買うことができると思います。こちらのコートは壁画文字からインスパイアされたオリジナルのジャガート生地を使用しています。はい、ジャガートっていうのは織りで柄を表現する生地の種類でございます。こちらのブラウスはですね、なんと内側に背中のこの丸みのあるシルエットをキープするためにですね、1枚布が付けられています。これがあることによって、このね、後ろのポワンとした形をキープすることができます。本当にこんなに細かい気遣いをしてくれるブランドさん他にないので、非常に嬉しいですよね、女性にとっては。こちらも前後どちらも着られるボースサイドモデルとなっております。こちらはカットソーのトップスにミリタリー要素の入ったスカートをドッキングさせたワンピースです。こちらもいろいろな着こなしができるようになっています。この大きめの覆い布の位置を変えることによってこうベアになったりとか、あとはコルセット風にもなるという、そういった変化を楽しめるワンピースですね。こちらは腰のあたりが丸く開いたワンピースになります。パッと目に入るようなデザインで可愛いと思いました。下着が見えないようにこの丸の上の部分だけのゴムが動くようになっています。まあ、そういった気遣いもね、非常に女性にとっては嬉しいポイントだと思います。すごいかっこいい要素の中にもさりげなくこう女性らしさを演出してくれるお洋服が多いので、女性の良さをすごくね、最大限引き出してくれるようなお洋服たちですね。こちらのリブニットのトップスなんですけど、後ろがボタンで開くようになっていて、中のインナーとかお肌をちら見せさせることができます。こちらはノースリーブのトップスと、あとセットのパンツがあります。バッククローグモデルと言いまして、マントをね、こう羽織っているかのような、シルエットに見せてくれる、腕周りもすっきり見せてくれるシルエットです。こちらとセットのパンツもありました。こちらも本当に女性らしいシルエットが可愛くって、土器をイメージしたコクーンシルエットのニットワンピースになります。このウエストから裾にかけてのカーブが非常にね、女性らしく可愛らしいなと思いました。もう本当にこれ1枚で決まっちゃうんですけど、裾に大きなスリットが入ることによってボトムスをちら見せさせたりとか、いろいろな着回しができるというのも魅力ですね。本当にスタイリングさんのお洋服は一通りだけではなく2通り3通りも着れるというところが非常に嬉しいですよね。スタイリングさんで定番のこういうボトムス、オフィスとかにも着ていけるボトムスを発売しているんですけど、すごい大事って思うポイントを押さえてくれてるんですね。例えば後ろはゴムで履きやすいのに前はすごく綺麗に見えるデザインだったり、あとはこうファスナーはないんですけれども、ファスナーがあるかのようにね、見せかけてくれる少しね、浮きを作っているので、本当に綺麗めなパンツに見えるだけれども、後ろがゴムで楽ちんというですね、履きやすさと見た目の美しさ両方兼ね備えているパンツになります。トップスをインさせて着るとか、そういう着こなしもできます。こちらのケープはですね、なんと内側のボタンを掛け替えるとこんな感じでバルーンっぽい、ちょっとふわっとしたシルエットに変化させることができます。さらにこちらには空きがあるので、ここからベルトを通してあげても可愛いです。本当にデザイナーさんが皆さんに楽しんでお洋服を着ていただきたいという思いから生まれた、そういった服だそうです。もう本当にスタイリングさんは逆にワンウェイで着るお洋服がほとんど見つからないというぐらい、すごくね、着回しやすいお洋服がもう豊富に揃っています。こちらはスタイリングの中でもよりハイエンドなラインであるスタイリングバイケイシラハタという、ちょっと違ったラインになります。3種類の生地を使って、さらに十数枚のパターンから設計されている
ワンピースでございます。非常にこだわりが詰まったそういったワンピースですね。3種類の生地をランダムにですね、こうパッチワーク風にしているということで、ヴィンテージドレスのような雰囲気も合わせ持ったワンピースでございます。ボタンも2箇所ついていて、シェルボタンになっています。付け替えると、カシュクール風にも着られるというね、こちらも嬉しい設計ですね。ボースサイドモデルになっているので、前後どちらでも着られるというデザインになっています。白は透け感が気になりますが、パウダーサテンのショートパンツ付きなので安心です。背中には弓矢のようなアローヨークを採用しています。デニムとの合わせもおすすめです。こちらは日本庭園の石庭からインスパイアされたニットになります。コンセプトが非常に素敵ですよね。片腕を落とすことによってオフショルダーの着こなしもできます。こんな感じでベージュ同士で合わせてみるのも可愛いです。こちらはケープヨークリネンシャツです、背中のあたりがケープのようにふわっと広がっています。フレンチリネンをたっぷり使った素材です。色味もね、このパキッとしたオレンジがすごい可愛いですよね。しかもなんと裾の肘の裏のあたりがざっくりと開いているので、もうちょっとした所作、例えば釣り革を掴んだ時とかに腕とか素肌がちらっと見える感じがすごくね、女性らしいなと思いました。はい、以上が展示会レポートでした。今コロナ禍でなかなか店頭に行けないという方はぜひ参考にしてみてください。こちらの一部の商品すでに販売が始まっております。スタイリングの公式サイトや白畑圭先生のインスタグラムなどは概要欄からぜひご覧ください。この動画が良かったらぜひいいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。最後まで動画ご覧いただきありがとうございました。ではさようなら。